はい、おはようございます。ケワイシヒデこと池端秀幸です。化粧っていうのはそのメイクアップアーティストによって、まあ、一般の方々がどういうふうに捉えられるかっていうのがすごくね変わってくるんですね。考え方がですね、そのメイクアップアーティストの考え方にもう影響されまくるんですね。だからどんな人に影響を受けたかによってそのメイクの概念が変わってしまうということをまあお話ししてまして、僕たちは、そのメイクっていうのは表現をする、道具、まあ、あのスキル、それを表現するのは、顔の一部を表現するだけじゃなくて自分のですね心の中を変えるという、まあ、そういうことをまあお話をしたりするわけですね。あの今ちょっと細かかったんであれですけども、本当にこういうねマインドマップっていうんですけど、こういうのを僕も細かいのをねこうやって使って、いろいろとこう頭の中を整理しながらですね皆さんに、分かってもらえるようにしてるんですけど、だから何を言いたいかというと、そのメイクの化粧の効果とか効能影響をどこまで知ってるかによって日々の、皆さんの人生に大きく影響を与えていきますよっていう話をねいつもしてあります。でそれで今日ですねもう一回ちょっと見直してもらいたいということで、化粧の力というようなことをちょっとお話ししたいと思います。ちょっと画面がね今の先のちょっと小さかったので、こっち側の画面で見ていったらわかるかな。これでねやっていきたいなと思います。はい、まあ、化粧の力ということで、お話ししていくので、ちょっとこれもねこれもちょっと文字が小さいんですけど、ちょっと読んでいきながらねやっていきます。これ今3番までいきます。ちょっと1から順番にやっていきますね。まあ大きく分けて結構あるんですね。だからもともと化粧というのはね何のために皆さん化粧してますかというところをお話をいつもするんですけど、まあ一つ一つ再認識をしていきましょうと、それをちょっと今日お話したいと思います。まず、化粧は何のためにしてますかって言ったら身だしなみっていう人結構多いんですね。でその身だしなみってこういうふうに言われる方が多いの中には、その江戸時代にケワイということ、化粧のことをケワイと呼んでいたっていう文化があるわけです。これがですね実は、気配、気を配るっていうところから来てる、つまり化粧は人に対しての気配りであるっていう、こういう概念がですねどっかでやっぱり、受け継がれてるわけですね。だから化粧イコール思いやりであると、よくおもてなしって言ったと思いますけども、オリンピックかなんかでね有事の時に言ってました。おもてなしでもあるというふうに言われてるんですね。まあ、そういった意味で、お化粧は自分のためにもするんだけど周りのためにするという、こういう一つの、まあ、思いやりの、こういう考え方があります。だから身だしなみ、たしなみ、落ち着き、安心感、好印象を与えることができるということなんですね。これ、ちゃんと一つずつ、ね、意識していかないとついつい毎日のことなのでなんか惰性で忘れてしまうことになります。だけど結構周りの人に例えば身だしなみとかたしなみが、身だしなみっていうかな、好印象とかねがこう知らず知らずマイナスの印象になって与えている可能性があるということもあるわけですね。例えばもう仕事で忙しくてもう顔がですね疲れてるのに、それがもう周りに、バンバン疲れた顔が、まあ、出てるのにそれに気づかずに、そのままメイクをしてると、そういうこともやっぱあるか分かりません。でそれを安心感とか落ち着きで、という効果もありますから、お化粧の力でそれを与えていきましょうということをお話をしています。でそれからですね、化粧ってもちろん相手の視覚に訴える表現方法なので言葉がいらないんですね。だから言葉で自分ってこうですよ、ああですよって言わなくても、自分でこういう人間ですよということを顔の形、顔の表現でイメージを与えることができる。これが、なんていうかな、コミュニケーションの中で言語化のしていないコミュニケーションになります。これをよく知ってるか知らないか、だから、まあ、そこをですねブランディングと言いますけど、自分の顔で表現をしていくっていうのがすごく言えますよね。それから、まあね、誰でもそうですけど、僕らは髪の毛こうカットしたりとかしたら、まあ、男の人もそうなんですけど、女の人もね美容室行った帰りなんかちょっとこう綺麗になったら誰かに見せたくなりません？そういう効果あると思うんですね。これね化粧にもあって、化粧がうまくいけてる時っていうのは誰かに見てもらいたいっていうのを勝手にですね自分の心の中で思ってるんですよ。でそれがですね、もし毎日毎日自信のある化粧とかすごいバッチリメイクができた時って、
必要以上に人に会いに行きたくなるんです。これ老健施設なんかでもそうだったんだけど、メイクをきれいにして差し上げると、今まで全く喋ってない、今まで全く動いてなかった人がどんどん私の顔を見てって周りの方へですね、歩いてね、バン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 スタッフさんに見に見てもらいに行くわけですね。おばあちゃん急に元気になったよって言って、みんなびっくりするぐらい積極的になったわけです。このようにね、積極的に関わろうとするコミュニケーション力っていうのがこう生まれていくんですね。だから、僕はコミュニケーションメイクで伝えたんですけど、言葉を作ったんだけど、このコミュニケーションの力っていうのはね、本当にすごく、僕が老健施設で、検証してきたことなので間違いないんです。だから年齢いけばいくほどお化粧は面倒くさいっていう人が多いんですけど、逆に、そこにね、意識をして自分のためにする、自分の、心をエネルギーを与えるためにメイクをするというふうに考えていくと、積極的に、人に会ったりできるということになりますね。で、3つ目は今度見られる喜び、これも今も言いましたけど、旗を元気づけるとかね、旗を癒すとか、お役に立てる喜びとかいっぱいあると思うんですけど、僕ここで突起して言ってるのは、諦めんといてくださいねってみんなに言うんですけど、いくつになっても人は変身、チャレンジして、ね、チェンジできることができます。これはその人がなろうと思えば思うようになってきます。で、これ新人の歌手とか芸能人見たらそうですよね。急にですね、なんか今まで地方から出てきた、なんかすごい初々しさのある、なんかこう素人さんっぽい、芸能人が急に美しくなっていくことってあると思うんですけども、これもね、実は人に見られているという意識が、自分を奮い立たせて、それを美しくさせていくっていうことがあります。だからあなたが自信を持って美しい化粧をすればするほど、周りに対しても元気や勇気や癒しを与えていることに気づいていけると思うんですね。で、それが何よりもあなた自身にこう見られる喜びを感じ、自己存在感が増していくということが言えると思います。ため息がほんまにつくほどね、オーラのある美しい化粧でね、こう周りをこうどんどん感化させてあげると、もう本当に周りの人も、ね、元気になっていくということがね、これ職場でもよくあるんですね。だから僕は職場のコミュニケーションのメイク講座をやったときは、まず自分が花になってくださいと。で、オーラを出してください。で、その化粧がどんどん化粧の仕方が周りに感化していって、結局あなたは憧れの的になりますよと。憧れの的に勝手になっていく。そういうね、イメージがあるわけですね。こういう見られる喜びっていうのは、実はすごく旗を元気づけるっていうことになりますんで、家庭で子育てしてる人もね、お母さんが元気であれば子供も元気に育つ、その見られてるっていう部分をやっぱり意識するっていうのはすごく大事になります。で、それが自己肯定感とか自己存在感っていうのを自分でまたね、改めて感じる、再認識することになると思いますんでね、ぜひここら辺も意識してもらいたい。今日はもう一つずつね、こういうね、なんていうかな、知識的なことですけど、これ非常に大事で、頭の中で、あ、こんなことをそういえばヒデさん言ってたなということを意識して思い出してくれるだけでですね、本当に老化が防止できますからね。老化を進めていくのは、そういうことを全く意識してない人、美意識を意識するってすごく大事なので、こういう考え方も美意識の一つですからね、しっかりと覚えてほしいなと思います。それからね、こう化粧の仕方一つとっても、こう今すごく流行りがありますね。流行り廃りってのあると思います。だからすごくね、スピードが速いわけです。今特に速いわけです。もうで、トレンドもどんどん変わっていきますよね。化粧だけと違うんだけど、いろんなトレンドがどんどん変わっていきます。それから価値観もどんどん変わっていきます。だから逆にそれを分かった上で、化粧をそうしたらまた自分で研究するとか調べるということをやっていくと、これ実は波及効果的にトレンドに敏感になっていくんです。この化粧だけじゃなくって、いろんな経済のトレンドとか、新しいもののセンスのトレンドとか、色とか、いろんなものにこれ波及していくわけですね。だからお化粧に意識をしていろいろ勉強してると、流行に敏感になるから、勝手に美意識が上がります。例えば服を、どんな服の形が今流行ってるかとか、どういう車のなんていうかな、このフォルムが流行ってるとか、いろんなあると思いますね。そういう部分は全て相乗効果出ていきますんで、見た目を気にして美意識を上げてもらいたいなというのが、僕のね、この願いであります。はい、人によってはその何のために化粧をしてますかっていうのは、
あの人によって違うんですが、その違うけどもこういう効果がいっぱいあるんですよ。それが、潜在意識的に毎日の朝からずっと一日過ごしている間にどんどん影響していってますよって、これ化粧に限らずですけどね、化粧だけのことではないんだけど、朝のこの洗顔もそうだし、朝のルーティーンってあると思いますけどね、その皆さんのルーティーンの中にちょっと何か小さいことでもこだわりを持つということが違うところのにも波及していきます。まあ、ちょっとあの話余談にそれますけど、例えばこういうコケテラリウム、コケをこう生やしていきな生やすっていうか、こう育てながら、コケを育てながら、この上の観葉植物のをこう何て言うかな、矯正させていく、こういうあのちょっとボトルを作ってるんですね。でこれ下見てたら、これ根がものすごい張ってるの見えるんですよ。これ分かりますかね。でこういうことを毎日、なかなか変化すぐにはこれ育たないんだけど、これね1年2年ってこう経っていくうちにどん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 こう木が成長していく、こういうのを毎朝見て霧吹きするとかね、まあ、こういうことが実は例えばこの水槽もそうだし、いろんなこの緑癒すものグッズを、何ていうかな、大切にするっていう、このなんかちっちゃいことを大切にするっていうことも実は自分を大切にするっていうことと一緒なんですね。ちょっといきますね、はい、5番目、編集の楽しみ。これ、ね、本講座を受けていただいてると分かると思うんですけど、3つの顔をするだけでもちょっと全く変わりますでしょ。変身をするというのがすごく楽しみができるし、で、まあ、最初はとこうなんかこうなかなか慣れてないからすごくこうぎこちない部分があるんだけど、やればやるほどこうときめいたりワクワク感出てくると思うんですね。要はテレビなんかで変身コーナーってありますよね。プロの技でこうどん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 変えてもらって奥さんが綺麗になってドキドキ感を感じてるような見てますけど、あんな見てる視聴者から見てもすごいわーって思いますよね。本人はもうそれ以上にすごいびっくりするぐらい感動してるんですね。だからそういった自分の魅力をよりまた再発見することになるんですね。だから僕は殻を破るってよく言うんだけど、新しい、まあ、メイクをするとか、新しい色を使うとか、今までやったことのないメイクのテクニックを入れていくとかってやっていくとですね、どんどんその自分の可能性が広がっていきます。はい、でそれをですね、まあ、実際僕はメイクというスキル力を借りて皆さんをそういうふうにして、まあ、人生のなんか一個新しいチャレンジの壁を破ってくださいとかね、いう感じで言ってるわけですけども、こういう変身の楽しみっていうのはそういうことがあります。自分の殻を破るということも言えます。はい、それからまあ肌改善というのは、まあ、エステなんかそうだけど、肌改善するっていうのは一気にはこう艶やかな肌にならないですよね。一気に毛穴がこう整うということはないと思うんだけど、まあ、これ地道にやっていったらなりますけど、化粧ってその一瞬でその時のテクニックでパンとこう変えることができます。その一瞬で大変身をすることができます。でこれは肌がちょっとトラブってても、例えば、ファンデーションでうまくツルンとした肌を作ってあげると、これが未来の自分の肌になるんだっていうふうにこう信じ込ませることができるんですね。だから、メイクの力っていうのは一瞬でそういう表現をそこで変えることができるということもちょっと覚えておいてほしいんです。逆にだからこそ変なメイクをしてしまうと一瞬でイメージダウンになるし、一瞬で自分のテンションが下がってしまうという、そういう危険性もある。まあ、そういうところがあるので、常日頃から自分のメイクをしていく、顔を作っていくときに自分は今テンション上げるようなメイクができているかどうか、ね、そういうこともちょっと考えてもらいたいなと思います。大体がですね、顔が変わると心が変わると僕いつも言うんだけど、大体の人っていうのは幼い頃からこう植え付けられているイメージがあるんです。例えば頼りない甘えん坊さんやね、何々ちゃんはみたいな感じで言われてたら、その人植え付けられたイメージに合わせて生きている人が多いわけです。可愛らしいイメージやね、例えば愛ちゃんとかめぐみちゃんとかって僕いつも言葉で言うんで、名前で言うんやけど、可愛らしい名前の人ってなんかそういうふうに周りから可愛らしいねって言われてるから、可愛らしくいてやなあかんという周りの人のイメージに合わせている可能性があるんです。っていうかほとんどそうです。はい、逆にですね、だから自分の中でかっこいいキャラをしたいのにそれができないっていう一つの、まあ、自分の可能性の扉を周りの人の中で閉じ込められてるということですね。
これ日本人あるあるなんです。実は日本人の常識というものに閉じ込められてるから、なかなかそこから自分がはみ出すことができない、怖いという人が非常に多いです。これね、よく同調圧力とかいろいろ言いますけど、日本人の一番いい協調性である、協調性であるとか、そういういい文化もあるんだけど、逆にその自分が飛び出した時に叩かれるとか、飛び出した時に個性を発揮した時に言われるとかって、そういうふうなことを気にして、なかなか自分が飛び出せないっていう人が非常に多いです。だからこういう時に、いきなりできないとしたら、こうやってメイクで、じゃあ可愛いキャラで来ちゃったけども、自分はかっこいいキャラでも行きたいんだと思ったら、かっこいいキャラのメイクをする。そうすると勝手に自分の性格っていうのも、かっこいい凛としたイメージでどんどん動いていくっていうことが言えます。これは本当に僕はもうずっと性格のまで変わるっていうふうに言うようにね、凛となれますって、ね、粘り強くもなれます。はい。でこう清潔好きになれるって書いてますけど、メイクって結構細かい作業、丁寧にする作業やから、こう、ね、地道にやってるとね、本当にね、性格まで変わっていきますからね、ぜひこういうこともまだ意識をしてください。はい。あと最後になりました、ね、ここ一番今美と健康についてね、僕はよく講演会もよく行きましたけども、皮膚というのはよく言いますけど、脳と表裏一体ですよと。まあ、皮膚、特に脳に近いお顔の皮膚というのはもう表裏一体なので、皮膚に気持ちいいことをしていると脳も必ず喜びますよね。まあ、エステ行ってくれと分かりますけど、ふわーっとこうエステやって、こうマッサージ人にやってもらったら、もう頭の中ですごく大切にされているイメージとか出てきますよね。これはどんだけ疲れている人でも、人にエステをしてもらうとすごくなんか優しい気持ちになったり、元気が出たりします。これは要は皮膚が気持ちいいことをしているから脳が安らぐんです。まあ、それと同じようにもメイクもそうということですね。で、あとですね、8番目ヘルスケア、これはもう今特にやってほしいかなっていう感じですね。オンラインで今もうオミクロンでとかマスクでとか、まあ、いろんなマスクメイクとかいろいろあって、なかなか口紅も塗れないとかね、よく言われるんだけど、これ毎回言ってるんだけどね、お化粧をしたりいろいろしてると瞳孔が広いていって集中力が増すっていう結果が出てます。だからそういう部分で視覚とか触覚にも影響を与えてるっていうことがあるので、この朝の時間にはですね、本当に面倒やなと思う時もあるか分かりません。朝忙しいのにバタバタしてるのにみたいなのあるか分かりませんが、ちょっとゆとりを持ってですね、これは神聖な時間だと、自分に対する、まあ、ご褒美を与える時間だと、そして健康にもいいんやと、ね、ちょっと手が、少しこう動きにくくなってくる年代の方はね、特にこう作業性的にリハビリになってるんやと、まあ、そういうふうに思いながらですね、やればいいんじゃないかなということを、まあ、常日頃から言ってまして、まあ、よく美と健康で、ね、美と健康って言って KIK 運動って僕はずっとやってまして、綺麗に生き生き健康にっていうね話をいつもするんですけど、やっぱりね、これはね言えます。僕もずっとこう現場で見てきたので言えますけどね、やっぱりね70、80、90の人でもね、あ、すごい差があるなと、もうこうやなと。アラカンっていうのは昔で言うと、なんかもう赤いちゃんちゃが起きて、もうちょっととしたらもう人生終わるやないかって言われるような時代が昔はありましたよね。今は違いますね。アラカンからまたなんていうかな、新しい人生みたいなね人もやっぱ多いじゃないですか。だからそこは人の作った常識にこう自分で縛り付けられずに、なあ今の60はこれから昔で言うとまだ20代ぐらいちゃうか30代ぐらいちゃうかっていうぐらいのつもりでですね、まあ僕は言ってるんですけど、100年時代と言われてるので、あと60から40年ぐらいはどういうふうにやっていこうかっていうことを僕ら常にこう考えながらイメージして、進んで いってるんですね僕はね。だから、まあ、皆さんにもそれをねお伝えしたいんだけど、まあ、60来たら60ぐらいの、アラカンの生き方があるというふうなね本も多いと思いますけど、それは人が作った常識なので、その常識から外れることは全然今の時代はねいいかなと思います。まあ、多様性の時代と言いますんでね、そのためにじゃあ何をするかっていった時に、まあ、自分の見かけ印象とか見た目印象、まあ、化粧の仕方もそうですし、今まで言った美意識をどういうふうに、こうやって毎日意識をしておくか、でそれを仕事に
活かせるかっていうのも一つの自分の力にもなってくると思いますのでね、こういう今日の言ったそのメイクの力っていうね、ちょっと今小冊子作ってまして、その小冊子をまたね見てもらうようにこう配ろうかなと思ってるんですけど、やっぱり僕らで KY 師っていうので仕事をしだしたかというと、メイクアップアーティストっていうのは、この間もちょっとそんな話したんですけど、メイクアップアーティストっていうのは西洋の方々に憧れるっていうのがあって、なんか横文字でメイクアップアーティストっていうとかっこいいっていうイメージでやってる人が多くて、でそのメイクアップアーティストの特徴っていうのは全ての人じゃないんだけど、いかにその自分の腕を見せてその人に綺麗にするかっていうのでずっとそれだけにやってる人が多いわけです。で KY 師っていうのは何が違うかというと、その技術を相手にもしてもらえるようにする、で相手がそれができるようになるようにする、そしてその相手の、感情までちゃんとこう教育っておかしいんですけど、人の人生に影響を与えるような、メイクの技術を伝えていくって、こういうことまで、ね、考えているのが KY 師っていうね、江戸時代にこういう職業があったわけです。だから、私女優になりたいんですって言ったら KY 師さんのとこ行きなさい、でいろんなことを教えてもらいなさい、で、まあ、そんな感じのちょっとこうイメージだったんですね、まあ、そういうのも映画にもなったと思いますけどね。でちょっとメイクアップアーティストっていうとそういう部分で自分の腕をこうなんていうか試してあげるっていうかな、そのお客様の顔を変えるとかね、だから大変身させるの私得意ですよとかね、まあ、そういうところはもちろんそれはそれ大事なんですけど、まあ、そういったメイクアップの考え方っていうのは人によってやっぱりいろいろありますんで、まああえて僕のご縁をいただいているこういうね配信とかではいつもそれを話してます。だからメイクは、外見を変えると同時にこの内面を変える力は大きくありますよということをね、今日はちょっとお話をしたかったわけでございまして終わらせていただきますが、それではありがとうございました。また来週、良い日曜日をお過ごしください。